はい、ともがしんです。今回はね、ランクごとに覚えていってほしい防御方法と練習方法などを解説していこうかなと思っております。でね、スト5だと、まあ、単純に言うと中段とかを除けばガードするだけで投げ以外ってマジで食らわないっていう、まあ、システムになってるんですよね。なので、まあ、これからね、ランクごとランク別に紹介していく防御テクニックっていうのを、習得していけばこれからの対戦での勝率アップにつながるんじゃないかなと思いましたので作ってみました。まあ、よろしければ、最後までご視聴いただければ嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、じゃあ早速やっていこうと思うんですけれども、まずはね、ルーキーぐらい、ルーキー付近の、ルーキーからブロンズいけるかいけないかなっていう人は、まずは受け身の練習っていうのをしてほしいので、まずはこのレコーディングをしてください。レコード再生っていうので、アクションレコード設定からレコードスロット1を選んで、まあ、ダイヤッシュとかをこれを歩いてダイヤッシュ、これ食らったらボタンでとりあえずパンチボタン連打で受け身を取れるので、こんな感じでまずはこれこうやってダウンをしてしまう攻撃を食らった時は受け身を取る練習をしてください。で、まあ、こうやって取れるようになったら、次は、キックボタン。キックボタンは後ろに受け身を取ります。こんな感じで。まあ、自分は結構ね、この、アケコンを使ってやってるんで、パタパタパタっと押すと、こうやって受けるように取れるんですけど、こんな感じで。まあ、こうやって3つ同時に連打しても取れたりするので、まずは確実に受け身を取れる練習をしてください。はい、次です。先ほどの前受け身、後ろ受け身、通常受け身と後ろ受け身ができるようになりましたら、次は今度、このレコード再生っていうところに行って、ここいじるとね、レコード再生に行けるんだけど、アクションレコード設定ところの1に、垂直ジャンプから波動拳。これをレコーディングしてください。弱中強どの波動拳でも大丈夫です。できれば強波動の方がいいかなと思いますけれど、どれでも構いません。で、次は、一回これ、リセットをして、もう一回レコード設定行って、レコードスロット2の方に、垂直ジャンプからジャンプ台形。これもヒットするように。ちょっとルーキーの人難しいっていう人いるかもしれないけど、頑張って、これレコーディングしてください。で、またリセットしますよね。でも、今度はレコードスロット3の方に、垂直ジャンプから少し深めに歩いて、めくりのジャンプ中継。これレコーディングしてください。これね、一番多分難しいっていう人いるかもしれないんだけれど、頑張って設定してみてください。で、まずは、この3つのうちの1つ、これ波動拳ですよね。これはしっかりしゃがみガードをしているだけでガードすることができます。これで OK ですよね。で、もう1つ、この2つ目。これはしゃがみガードしてると、食らってしまうんですよね。ジャンプ攻撃っていうのはしゃがみの状態だと食らってしまうっていうことがありますので、ガードに入っていても。これジャンプ攻撃が来たらしっかり立つように練習してみてください。で、少し難しいのが、このジャンプガードをガードしたら立ちっぱなしではなくて、すぐしゃがむ。立ちガードをしたらしゃがみを入れる。この練習すごく大事なので、本当に基本になりますので、これ練習してみてください。しゃがみで待って、ジャンプが来たら立って、もう一回しゃがむ。これすごく重要になりますので、どんどん練習していってください。で、続き、ね、レコードスロット3、これは、ジャンプ攻撃を立ちガードしたんだけど、これ反対方向にガードを入れなければこうやって食らってしまうんですよね。これ今左に入れてるんだけど、レバーをジャンプ攻撃来た左に入れてるけども、これめくりジャンプ攻撃って言ってガードを反対に入れなきゃないんですよね。だから、くぐるつもりでガードすると、すごくいいです。あ、こいつ深く来た。深く来て飛んできた。今のも潜ったんですよね。こんな感じ。で、オーバーに言うとこんな感じですよね。歩いてきた。っていう感じで。で、これを、まずは練習。これもめくりが来たら練習。っていうのをやってください。で、この3つ、それぞれ1個ずつ練習してできるようになったら、3つ一緒にとか、まずは2つ。波動拳はそのまましゃがみガード、ジャンプ攻撃が来たら立ってすぐしゃがむ、波動拳はガード、
ジャンプ攻撃が来たらガードして、立ちガードしてすぐしゃがむ。この練習やるようにしてください。で、この3つも簡単だよってなってきたら、今度はこの飛びの2つを2と3とで、めくりが来たらガード、めくりが来たらしっかり後ろ入れてガード。で、これ少し難しいかもしれないですけど、しっかりね、めくりの時も表の飛びの時もしっかりすぐしゃがみを入れる癖をつけてください。こんな感じでね。で、これがさらにできるようになったら3つ同時にレコーディングしてやってみてください。こんな感じ。めくりはこれ、すぐしゃがむ、波動拳はガード、これ OK です。これ使ってるけど OK です。で、すぐしゃがむ、表の飛びをガードしたらすぐしゃがむ、すぐしゃがむ。これとっても重要なので、この練習ぜひ、ルーキーの人はやってみてください。はい、じゃあ次になります。次はですね、だいたいまあブロンズ付近、まあ、ブロンズに入ってスーパーブロンズとかウルトラブロンズとかで、伸び悩んでる人のためのガードの練習っていうのがあるんですけれども、まずはこれね、ガイルにキャラクター変更してください。さっきはね、リュウでやってたんですけれど、今回はガイルで、で、ここのダミーっていうところ、ステータスっていうところの項目を、CPU のレベル8のガイルにしてください。で、もう一個ね、 R1 を押していただけると、ここに体力ゲージとか EX ゲージとか V ゲージとか2P 側の方ですね、これをまあ通常で始めて、でまあ体力はいじらなくていいですね。自分の 1P 側もいじらなくて大丈夫です。まあこれで設定していただいたら、あとはもうガードするだけですね。歩きながらできればガードするだけで、なるべく少しでも歩くで、歩きだけで相手を画面端に連れていけたら、まあ、ゴールと。逆にこうやってどうしても歩きだけだと押し込まれていくので、まあ、こうやって入れ替えたりとかしてもいいので、ちょっと対空こいつ8だから、レベル8だからうまいんだけど、こうやってチャンスっていうところでね、入れ替えたりとか、めちゃくちゃ対空うまい。まあ、こうやってリセットしながら、とにかくガードする。適度にこいつも飛んできたりもするので、油断せずに、どうしても入れ替えさせてくれないな。そうそう、こうやって 2P 側をね、まあ、最悪前ジャンプとかで入れ替えられないなと思ったら、この設定、最初の設定、基本設定のところで、サイドを反対にすると、こうやって反対側からスタートしますんで、歩きながらガードっていうのを練習してください。今飛んできましたね。なるべくこういうのもめくりは食らわないぞっていう歩き方して、少しでも歩きながらこうやってガードをする練習やってみてください。はい、じゃあ次になります。次もね、ガイルのままで大丈夫なんですけれども、まずはレコーディング、ここステータスをレコード再生にして、レコード開始、レコードスロット1のレコード開始を押して、前ジャンプから、まあ、歩いてダイヤシで投げを重ねる、これを設定してください。で、これを設定したら、まず確認してほしいのが、またここで受け身を取る。で、受け身を取ると投げられるんですよね。通常受け身が理想的です。ちなみに。で、これが投げられる設定になってるなと思ったら、起き上がったらすぐに、バクステを起こする。バクステっていうのは、投げ無敵がついていて、こうやって投げを拒否ることができる行動なんですよね。で、まずはこれを身につける。っていうことを一つ覚えてもらいたいので、ぜひこれも練習してみてください。こんな感じでね、これちなみにしっかり、これ3フレで暴れてるんだけど、3フレ暴れにも勝てる投げになってるんだよね。ね、ジャックピー連打してるけど投げられてる、こんな感じで。だからこういうのに対して投げ読みでバックステっていうのを使うのも結構有効なので、早い段階でこうやって起き上がりでバックステをこすってみるっていうのも一つ身につけてもらいたい技術なので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ次になります。次もですね、ガイルのままで大丈夫なんですけれど、これはね、シルバーぐらいの人、シルバー付近、まあスーパーシルバー、シルバー、スーパーシルバー、ウルトラシルバーあたり
の人に、やってほしい練習なんですけれども、まずは、これレコーディングなんですけれども、さっき の, あのガエルのこれ大足から通常受け身取って投げ、で前ジャンプ大足投げ、もう全部最速で大丈夫です。全部最速で、で確認してほしいのが暴れにちゃんと負けない投げになっているのか、こんな感じでね、立ち弱 P を押してるけど吸われてしまうっていう投げの感じになってるかどうか、まずは確認してください。でこれが設定できましたら、次は2つ目、これも私自身はもうレコーディングしてるんですけれども、立ち中パン、これも全部最速で OK です。大足立ち中パンで、これももちろんサンフラ暴れに負けない、しっかりカウンターする立ち中パンになってるのか確認してください。通常受けにしてカウンターになりますよね。でこの両方を防ぐ方法っていうのはあって、遅らせグラップをシルバー隊の人には習得してほしくて、遅らせグラップって何ぞやって思うと思うんですけれど、まず投げ抜けっていうのがこれですよね。これちょうど相手が投げに来たタイミングで押すっていうのが、投げ抜けっていうのなんですけれども、遅らせグラップっていうのは投げを最速でこうやって押してしまうとやっぱカウンターしてしまうんですよね。起き上がってすぐ投げってやるとこうやってねカウンターしてしまうので、これを食らわないタイミングでグラップを押すんですよ。ちょっと遅め、起き上がってしゃがみガード入れながら少し遅めすると、投げを押してももちろんガードを入れてから投げを押してるので投げが出ない、ガードになるっていう状況になるんですよ。でこれを投げの方で実践してみると、こうやって投げ抜けができるんですよね。だから打撃も投げも食らわないっていう、こんな感じ。これちょっと遅らせすぎ。投げ抜けっていうのは7フレ猶予あります。だから7フレ以内に、相手が投げを押してから7フレ以内に押せてれば遅らせグラップの成立っていうことになりますので、これガエルで練習してみてください。こんな感じですね。でこれまあ慣れたら両方再生してできてるのかどうか確認。できてますね。投げも抜けれる。あ、これ遅すぎっていう感じで練習してもらえればうまくいくかなと思いますので、こんな感じでね、ぜひこれ習得してみてください。はい、じゃあ次になります。次もね、引き続きガエルのままで大丈夫なんですけれど、これもシルバー隊の人向けに、やります。で、次はですね、無敵をぶっ放してみよう。無敵は持ってない人は申し訳ないですけれど、ちょっとこれは飛ばしてください。無敵持ち、まあ EX 昇竜とか、基本的に無敵っていうのは EX を使ってぶっ放してほしいんですけれども、まあ、ぶっ放すっていうのはよく聞くと思うんですけれど、まあどういうことかっていうと、さっきのね、この大足から投げる、もしくは大足から立ち中パン、これに両方勝てる選択肢っていうのが EX 勝利をぶっ放すことです。だから両方とも再生して、起き上がりでほらこれ遅すぎると昇竜拳が出ない、もしくはコマンドが成立しない、これで成立した状態、これ勝てますよね。こうやってぶっ放す。でコツがあって、これリバーサルって出たら成功だと思ってください。これ、ね、左下にリバーサルって出てると思うんですけど、ちょっとキーリスが邪魔で見えなさそうなんで一回消しますね。ほらリバーサルっていう文字が出てますよね。これがちゃんと起き上がりと同時にぶっ放しを最速で出してますよっていう表記になりますんで、このリバーサルがちゃんと出てるか確認して EX 昇竜ぶっ放す練習してみてください。まあもちろん後ろ受け身もやってみても全然 OK です。基本ぶっ放すときは通常受け身の方が多いんですけれど、まあ構いません。後ろ受け身からぶっ放しても全然いいので、とりあえずこれはぶっ放す練習なのでやってみてください。しっかりリバーサルが出てるかどうかを確認するのが大事です。はい、じゃあ次です。次はね、ゴールド付近ぐらい、
ゴールドとかスーパーゴールド、ウルトラゴールド付近で、ぜひ覚えていってほしいかなという防御方法なんですけれども、今回は暴れをやっていきます。で、暴れっていうのはどういう時に使うのかなっていうのがあるので、一つ例を挙げます。なので、まず、アクションレコード設定の1に、前ジャンプから台足、前入れて台形、リバスピ、通称リバスピっていうんですけれども、これを、レコーディングしてください。こんな感じになるはずなんですけど、もちろん通常受け身で、今まで通り、通常受け身を取ってこれ。で、このガイル側ってこれどんな意味があるかっていうと、さっき、遅らせグラップをやったじゃないですか。遅らせグラップを、狩る手段として、このリバスピを使ってくるんですけれども、このリバスピが当たった場合、こっから、サマスまで、ちょっと俺今失敗しちゃったけど、サマスまでいけるんですよね。こんな感じで。ヒットすると、こうやって大きなダメージが取れるので、これを読んだ時に、ゴーキ側がやる手段として、暴れっていうのが一つの手段となります。まあ、ガイルは4フレキャラなんでコパしゃがみ中パンしたら大丈夫ですね。まあこういう感じでコンボをしっかり起き上がりで最速の立ち着 P、 そこから膝とか、そこからしゃがみ中パンとかで必殺技につないでいく。この暴れっていうのをゴールド帯でちょっと伸び悩んでる人は使うようにやってみてください。はい、じゃあ次になります。次もね、ゴールド付近の人向けに、覚えてほしい防御方法なんですけれども、これ今回簡単です。次はね、V ゲージを使った、防御方法、V リバーサルっていうのを覚えてほしいんですけれども、通称 V リバって言いますよね。で、その V リバを、使えるように、ゴールド帯の人は覚えてほしいんですけれども、どんな時に使うのか、どういう風に使うのかっていうのを今から説明します。で、レコーディングはさっきのガイル の1の設定、ダイヤシからリバスピで OK なのでこのままでやっていきます。で、これレバーを前に入れてガードした瞬間にすぐにレバーを前に入れて KKK ボタン押すだけです。こんな感じですると確定するんですよね。少し遅くなっちゃったりするとガードが間に合っちゃったりするので、なるべく、ほら、これガード間に合っちゃった、これ遅らせ V リバーになっちゃってるので、なるべく最速ガードした瞬間にすぐ出すっていうのを意識してみてください。で、ちなみにこれどういう時に使うのかっていうと、これ台足ほら食らうとスタンゲージが少し溜まってますよね、ゴーキ側。このスタンゲージを回復することができるんですよ。ほら、今パッて消えたでしょ、スタンゲージ。普段は、なかなか消えないんですよ。ほら、ゆっくりスーって戻ってくるような感じ。だからこういうスタンゲージを回復したいっていう時にも有効なので、ぜひ実践で使ってみてください。はい、じゃあ次になります。次はですね、プラチナ付近、プラチナ、スーパープラチナ、ウルトラプラチナの方に向けて、ぜひ覚えてほしい防御方法なんですけれども、まずレコーディングやってください。レコードスロット1に垂直ジャンプ、前ジャンプ、ジャンプ台形、これレコーディングしてください。で、リセットしてレコードスロット2に垂直ジャンプ、前ジャンプ、中足、着地で中足をすぐ打てるようにレコーディングしてください。で、まずはこれなんですけれども、この2つで大丈夫なんですけれども、すごく重要なのがこれとこれ同時に防ぐことできるのかっていう話なんですよ。これをぜひ覚えてほしいんですけれど、ジャンプ攻撃をガードしたらすぐにしゃがみガードを入れるように意識してみてください。で、ガードした直後すぐにしゃがみを入れる、するとこれ急に下段が来ても必ずガードできるようになります。これ絶対に必要なテクニックなので覚えていってください。で、これがちょっと簡単になっちゃったなっていう人はもう一個レコーディングを追加してほしいんですけれど、3つ目に、垂直ジャンプ、前ジャンプ、前中継、これ中段です。立たないとガードできない。しゃがみっぱにしてしまうとこれ食らっちゃうんですよね。で、まあ、ここからコンボとか行かれちゃったりするので、
しっかり立って中段が来たらもう一回立つ。なので最初は1と3で再生して、しっかりしゃがみを経由して見てから立つ。こんな感じで練習してください。ジャンプ攻撃はガード、こんな感じで。でこれが慣れたら3つ一緒に同時にレコーディングして全部をガードできるように練習してみてください。こんな感じですね。これをすることによってだいぶ相手のキャラの攻撃を見てから自分が行動を決めるっていう防御方法ができるようになると思いますので、ぜひこの3つレコーディングして練習してみてください。はい、じゃあ次です。次もですね、プラチナの人に向けてなんですけれども、次はね、V シフトと V シフトブレイクっていうのも、一つの防御手段なので覚えてほしいんですけれども、レコーディング、メディクサイルで息吹のままで大丈夫です。で、レコーディングスロット1の方に、ジャンプからダイヤシで V スキルを貯めてください。前ジャンプからダイヤシして V スキルを貯める。これレコーディングしてください。でこれの V スキルに対して V シフトを決める、これだけです。で V シフトから V シフトブレイクの派生ってもう一回ボタンを押す、もしくは押しっぱなしでいけちゃいます。これ押しっぱなし、一回しか押さないですよ。ほらこれ押しっぱなしで V シフトブレイク、もしくは押してからもう一回押す。ちょっと今の遅すぎたんで、こんな感じ2回押す。できれば2回押す方で練習した方が後々いいかもしれないです。なんでかというと、この確定反撃がある場合があるんですよね。例えばこういうのを V シフトして確定反撃を判断した時にこうやって CA を打つことができたりとかするので、でもまあ何も届かないなっていう時は V シフトブレイクに変更するっていうのもそのうち必要になってくると思いますので、この V シフトから V シフトブレイクボタンを2回に分けて押すっていうのを練習していってみてください。はい、じゃあ次です。次はですね、これから、スーパーダイヤを目指してる人とか、まあダイヤ行ったり来たりしてるかなっていうダイヤ維持ぐらいの人に向けて覚えていってほしい防御方法なんですけれども、ワンガードバックステっていうのを覚えてほしくて、まあ言うならばその通りそのまんまのことなんですけれども、まあ、この合計のレコードスロット1に、まあ、前捨て前捨てから中盤中盤って、まあ、連打でも大丈夫です。これレコーディングしてください。でこれを1回ガードしたらバックステ、こんな感じするとこうやって必ず空中ヒットになるんですよね。でこういうちょっとでもガバイと空中ヒットになって相手の連携はここで終わりっていう形になるのですごく強い行動です。でもう一つはスロット2に、これも豪輝がよくやる連携なんですけれども、中盤から歩いて投げる、ね、固めたと思わせて投げるっていう、攻め方があるんですけれども、これに対してもこれすごく強いです。ただバックステしてプラス10とか取れるんですけど、まあダイヤシとかいけたりするけれども、まあバックステするまでで全然 OK なので、これは相手の投げのタイミングによってフレームも変わりますんで、すぐバックステっていうの、こういうのを回避できるようなワンガードバックステっていうのも一つ身につけていってもらいたいなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ次です。次はね、さっきのバックステよりも簡単なんですけれども、さっきのねレコーディング、これまあ密着から前ジャンプからでも前ステからでも何でもいいので密着の中盤中盤になってると思うんですけれども、これに対して後ろ歩きするだけ、ワンガードしたら後ろ歩き、後ろに入れっぱなしにするだけ。これ何がいいかっていうと、もう一つさっき中盤からこれ歩いて投げるっていうのをレコーディングしたと思うんですけれども、これに対してこうやって投げを透かすことができるんですよね。後ろに入れっぱなしにすることで、しかも距離が近いのでこうやって投げが透かったのを見て膝を狙える、これも一つ切り返しの手段として使える防御方法だと思いますので、ぜひ使ってみてください。これね、中攻撃とか大攻撃とか結構入りやすいから、いろんなね、まあゲージがなかったらシューターとかでもいいし、そしたら置き攻めついてくるなとか、まあ合気じゃなくてもこれ後ろ歩きがそこそこの
速さを持ってるキャラクターであれば結構使える防御手段なので、ぜひこれも真似してやってみてください。はい、じゃあ次になります。次はですね、またこれダイヤとかスパダイとからへんの人に向けて、やってほしい防御方法なんですけれども、ファジージャンプっていうのをやっていこうかなと思います。でファジージャンプって、まあファジーっていろいろ暴れだとかなったとかいろいろあるんですけど、まずはファジージャンプから。でファジージャンプはどういう場面で使うのかっていうのをまずは説明していこうと思うんですけれども、まずねレコードスロット1の方に前ジャンプから投げて、そのまま最速で前ステップ、ここまでレコーディングしてください。でリセットしたら、次はレコードスロット2の方に前ジャンプから投げ、ちょっと歩いて立ち台パン、これをやってください。これレコーディングしてください。でまずレコードスロット1の方を再生してみると、こうやって投げられちゃうんですよね。これ投げられるのを解けるためには、投げを押すだけじゃなくて、もちろんジャンプすることでも、ジャンプっていうのは投げ無敵がついてる行動なので、空中にいるっていう状態になれるんですね、簡単に言うと。なのでこれも有効な一つの手段となります。もちろんバックジャンプでもいいんですよね、もしくはバックステップとか、いろいろあるんですけども、まあこれは今回はファジーのジャンプを覚えてほしいっていうことなんで、で次はこれですよね。ジャンプ入れっぱしようとしたら大パン来ちゃうんですよ。でも投げに勝てるからジャンプ入れっぱしようってやっても立ち大パンを食らってしまうっていうことがあると思うんですよね。じゃあこれどうしたらいいのかっていうと、まずはこれをガードします。ガード、これをガードで、立ち台パンの方が少し早いんですよね、前捨てから投げをするっていう行動よりも早いので、じゃあ立ち台パンと前捨て投げの隙間に時間がある、そこでジャンプをさえ入れればファジーでジャンプができるってことになるんですよね。だからどちらの行動も防げるってことになるので、一瞬ガード入れて前ジャンプ、これ失敗、こんな感じ。今ちょっと竜巻まで行っちゃったけど、ほら一瞬ガード入れて、キーレス見てもらえると分かると思うんだけど、一瞬ガード入れてるでしょ。あ、ちょっとごめん、受け身取れなかった。ほら一瞬ガード入れてるけど、その後前ジャンプ、カード入れたら前ジャンプ入れる、これをやるだけです。でまあ合気使いとか同気使いの人とかは、まあ、竜巻まで入れれば逃げるに簡単ですよ、こんな感じ でこれをダイヤとかスパダイとかで、まあ防御方法なんかさらに増やしていきたいなっていう人は、これを実践で取り入れて、まあトレモで練習してからね、実践で取り入れてみてくれると、勝率が少しでもアップするんではないかなと思いますので、やってみてください。はい、じゃあ次です。次もですね、全く同じレコーディングのままで大丈夫です。で、さっきはファジーでジャンプしたじゃないですか。で、前にジャンプを入れたタイミングをボタンに変える。するとファジーで暴れになるんですよね。これね、そのまま1と2再生して、ほら、わかる？これ。投げにはほらコパが出る、ほら弱 P を押したけど相手の立ち台パンガードしましたよね。今もう一回この立ち台パンだけにしてやってみますか。ほら弱 P を押したけど、今しゃがみのね、これ4フレの弱 P だけど、立ちでももちろんね、このタイミングの弱 P さえ覚えてしまえば前捨ては止まるんですよ。ほらすごくないですか、これファジーの暴れってやつで、これは立ち台パンはガードできるタイミングで押してるので少し遅めね、起き上がってすぐじゃなくてガード入れて少ししてから立ち上がる、こんな感じで、あ前捨て来てたっていうのが見えたらすくさま膝にする、もしくはコパコパとかね、これできるとかなり強いと思いますんで、こんな感じでね、ぜひこれもファジー暴れ、ファジージャンプ以外にも使える、テクニック、防御テクニックですので、ダイヤ行ったり来たりとかスパダイ目指してる人はぜひこれも取り入れて練習してみてください。はい、で一つ言い忘れてたんですけれども、さっきのファジー暴れ、ファジー暴れに対して最初にレコーディングしたあれがあるじゃないですか。
ちょっと消しちゃったので自分もう一回レコーディングし直すんですけれど、こういうのと、もう一個こういうのとか、こういうのにもファジー暴れって有効で、こんな感じでほら弱ピー押してるけど、ほら中パン中パンはガードなるけど、これ失敗ね。中パン中パンはガードなるけど、中パン歩き投げに対してはボタンが押せるっていう、中パンじゃいけないかな。あ、ほら中パンでもいける。でこういう暴れもありですよね、ファジーの。まあ、ちょっと失敗しちゃうと投げられちゃったり吸い込まれちゃったりするんだけど、こうやってカウンター食らっちゃったりね、これも一つの選択肢として、覚えてたらかなり強い行動になると思いますので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ以上となります。皆さんいかがだったでしょうか。だいたいねこの辺の防御方法っていうのを全部、まあ、使いこなせたわけじゃないんだけど、これとこれに絞ってまあだいたい対戦進めてみようとか、っていう感じでやるだけで、もうね、あの防御方法としてはもうマスターしたと言っても過言ではないくらいの、知識になったと思います。知識と、まあ、練習してあれば技術がついたと思いますので、ぜひねこれ、自分でねこの防御方法すごく合ってるわっていうのを、まあ、いろんなキャラクター使いの人がいると思いますので、実践で、試して、ランクアップ目指していってください。ということで、ちょっと長くなりましたけど今回の動画はこれで以上となります。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。